あいにくの雨です。結構降ってますよこれ。お昼はまたインスタント麺、実家から大量に送られてきた緑のタヌキをいただきます。でちょっとネギ入れただけ。これだけでもうまそうだな。いやなんか雨も夕方には止むみたいね。昨日の最新だと夕方から急に晴れになってたから、それまでの辛抱だ。いやお腹空きすぎた。さあ飯にします。とりあえず飲んでますからね。ああ、朝ビールは最高だな。天ぷら後のせ派なんで私。腹減った。もう雨だからもう全部テントの中ぐちゃぐちゃ。今何時だ。もう9時だけどね。昨日の夕方6時ぐらいに飯食って以来何も食べてないからな。スキッパーにビールは効くね。もうね、天気予報がもう1週間以上前から今日雨マークだったんで、まあそのもうまあ天気変わるだろうなと思ってね、1週間前だから毎日見たんだけど全然変わんなくて今日に至る。いやビニールシート持ってきてよかったな。とりあえず着火剤と何や薪はちょっと確保しておいた。よし、じゃあとりあえずご飯食べて、まあ出歩けないからな、何しようって感じで飲んでるしかないね。できた、食べるか。いただきます。うまい。にいるしかないよね。他にすることないもんな。焚き火やろうにもな、今からやっちゃったら薪なくなっちゃうよ。
か。とりあえず荷物ぶち込んだだけなんで、テントの中整理しよう。テントの中にいたら結露しちゃうから出るか。いやいや、今ねこれあのビニールシートの上に水溜まってるでしょ。これをこう流すためにこうやってザーッとあっちから流れるでしょ。それやるためにね、ここグワングワンやってたらこの支柱の一本がねポロって外れて、もうこの辺一帯水浸しになっちゃった。えらい目にあったわ。これで、これ今黒いロープで固定し、見えるかこれ、見えねえ、ロープ固定してるんだけど、基本的にね俺はペグなんてものは使わない。ロープの先はね石にこうやって結んでる、こういうタイプで、このロープもロープっていうかもう100均のなんかあのビニールのやつ使ってるんですよ。あそこもで全部枝だから、枝そう、全てはロープと石、これあればもうあのどうとでもできるんで、こんな感じで。いやでもこのビニールシートはちょっとやめればよかったな。これぐらいの雨の時はもうちょっと厚手の、もうちょいちゃんとした方が良かったなって今思った。なぜならちょっと垂れてきてるからね。ちょっと出どころがよく分かんないんだけど、こんだけ水滴ありゃどっから垂れてきてもおかしくないですよね。でもあそこなんてなんかもうほら内側あの垂れそうになったのあれ内側だからね。で、枝の先端をちょっとナイフで削って尖らせて、そんでハトメにぶち込んでるだけ。で、ロープを張ると。こういう感じですね。なんか雨、すごくなってきたな。でまだ10時半ぐらいなんで、一応天気予報だと昨日の最新だと昼ぐらいまでが一番降って、それ以降は少しずつ弱まってきて、で3時か4時頃には晴れるという予報になってたんで、それを信じたいと思います。えげつねえな、こんな大雨キャンプは久々だわ。何もしないのもあれだから、あの食材はいっぱいあるんで消費していかないと全然減らないんで、何かやっていこう。これ生姜ですよ。刻む。
日米炊くかな。昼飯はちょっとご飯にしよう。今米研いだんで、ここに鯖缶入れます。もうワイル全部入れちゃうか。うわ、見た目微妙だけどね、暗いな。でここに先ほどの、生姜を入れる。ちょっと見た目すげえ微妙ですけど、やってみます。これで本当にやむんかこれ。完全に湯気が出てきたね。ちょっとチラ見してみましょうか。ちょっと水多かったかもしれないな。いやでも私はね、固めのご飯よりちょっと柔らかめの方が好きなんで。あ、ちょっと待って、なんかすげえ上から下立ってくる。やべ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 。よし、そろそろいいでしょう。うわ、うわ、よくわかんねえ。これなんかビニールシートの緑色の色が反射して何だろう。いただきます。あっか、おっ、やばいやばい。あっ、うまい。あ、これうまい。サバ。あ、でも硬さちょうどいいかも。なんかすごいベチャベチャなんかベチャベチャする感じがしたんだけど、ちょうどいい。次のメニューの準備しないと追いつかないわ。はい、ごちそうさま。もう腹いっぱいなんだけど、とりあえず消費しないといけないんで、何やんの。もうなんだかよくわかんないな。結構ね、濁ってきたね。少し水増えてきた。次はこいつをちょっと煮込みたいと思います。これね、なんだっけな、豚バラ軟骨だったかな。そう、よく見たら軟骨みたいな白いの入ってるんだよね。で確かなんかによく煮込んで早期風にとか書いてあったんですけど、これ食べたことないんで、まあ煮込めば骨ごといけるってことですよね。じゅわー、この激辛鍋に。じゃあこれで煮込むぜ。こんな感じ。あー、もうすでにうまそうだな。で案の定全部入んなかった。これ入れたら吹きこぼれちゃうから。
ね、キンキンに冷えてやがる。これまだまだ。もう吹きこぼれては火を消して少し待って、また火つけて吹いたら消してみたいな繰り返しですね。これはね、結構じっくり煮込みたいんでね、まだかかります。雨は相変わらずじゃ。雨やばいね。まだ何時？1時ぐらいかな。多分ね、あと3時間ぐらいすればやむはずなんだけどね。なんかすげえ明るくなってきた気がすんな。雨は依然と降ってるんですけど、なんか急に景色が明るくなった。ずわー、さっきの入りきらなかった残りのやつを茹でてます。この正面のもう沈みかけてるこの石がね、ほぼ全部出てたんだよね。最初だいぶ埋まってきたな。うん、さっき茹でまだ茹でてる途中だけど、これどうなんだろうな。ちょっと食べてみようかな。見えねえな、暗いな。いただきます。あ、やっとや、雨止んできたわ。2時にしてようやく小雨になってきた。テントこんな感じ。このまま降ってたらマジやばかったな。いや、なんか朝のうちはね、そんなに寒くなかったんだけど、なんかもう何もしないでじっとしてるとすごい寒くなっちゃう。なんでもうちょい止んだら、火を起こしてまた、食べ物を作ります。もう食べ物いっぱいあるからな、全部消費していけないと思う。